ができてますね、それでは本日 SFC ですね慶応義塾大学 SFC 芸術祭2023出展者説明会を始めさせていただきたいと思います。本日司会進行を務めさせていただきます上野です。よろしくお願いします。まずはじめに簡単にメンバーどういう運営体制でやっているのかについて簡単に話させていただきたいと思います。まず 昨年の SFC クリエイティブウィークの運営を行っていたこの4名ですね。本当はもともと5名だったんですけど、今年は4名の、まあ、人がこのまま引き続いて参加することになりました。ま,あ、まず、岸、どうも。はい、えっと、あ、スライドを変わってるんスライド。スライドあ、変わってない変わってない。変わってない。変わってない 今何が映ってるお待ちくださいね。マジなぜ一旦画面共有停止して、一回画面共有またつなげるわ。さあ、こちらでいかがですょよいしょ。あ終わった終わった。ったよし、素晴らしい。OK です。こちらですね。 どうぞ、はい、えっと責任者のひもかと申しますと、高2年です。よろしくお願いします。お願いします。責任者の上野翔太です。環境2年で田中県にいます。よろしくお願いします。ごめんなさい。大丈夫そう いけてます。えっと、総合3年で今休学してます。半田草原です。えっと、もともとは徳井県にいて、えー、メディアアート系をやってます。よろしくお願いします。お願いします。まさや。いけるか。いけなかったらいいけど。いけなそう。ということで、あとは。 白らい也がおりますと。それに加えて、新規メンバーとして、SFC23 の子が3人入ってくれました。ということで、この合計7名で、今回、SFC 芸術祭運営させていただきますので、よろしくお願いいたします。まず、SFC 芸術祭とはということで、 昨年、クリエイティブウィークに出された方はご存知だと思うんですけれども、簡単に紹介させていただきたいと思います。SFC 芸術、慶應義塾大学 SFC 芸術祭は、まず SFC に見せる文化を根付かせるための試みです。そもそも SFC にはデザインとかアート系の授業がまあまあある、最近減ってきてしまっていますが、あるにもかかわらず、見せるという機会が少ないというふうに。 私たちは考えますそこで見せる機会作ろうぜということで、まあ、2019年に先輩方が立ち上げてコロナ禍でなくなってしまってそれを22年に復活させてそれを23年度も引き続き継続していく形になっておりますただしウィークではないというご指摘を何度か受けましたので今年は今年からは SFC ゲート 慶應義塾大学 sfc 芸術祭という名前に変更して、今後も開催していくこととなりました。で、まあ、簡単にどんな展示があるのかっていうのを見ていただければ、分かりやすいかなと思います。 このような形で昨年私たちは SFC クリエイティブウィークを実施させていただきました。昨年は SFC のキャンパス教室だったり鴨池ラウンジだったりを使うことに加えて SBC を使っていたのですが今年度は七夕祭と同時開催で、まあ、別に共同企画では一切ないんですけれども、まあ、並行して開催されるイベントとして SBC 全体を使って開催しようと考えております。使わないのはベータキッチンと DFFW、レーザーカッターとかがあるところで、それ以外は基本的には場所は押さえてあるので、展示しようと思えば展示できる状態になっております。ここから出店資格だったり、出店枠、出店上の注意点に関して 話していいいきたいと思いますまず出展資格は慶應義塾大学湘南藤沢キャンパスに所属する団体及び個人と教職員の方というふうに書いてあるのですがちゃんと出展者、まあ、説明会は別に大丈夫なんですけれどもそれ以外の例えば安全確認日だったり出展の日にこの SFC キャンパスに来れるようであれば 慶応義塾の学生であれば OK ということにしようと今のところ考えておりますのでぜひ科学部の皆さんもご応募お待ちしております出展枠に関しましては、まあ、授業内作品授業外作品個人団体という形式をとっておりますとで一番大事なのは授業内作品か授業外作品かの線引きですと これはどういうことか、ここから話していければなと思います。基本的に展示は触れることなく、見ることのみを想定される作品と、インタラクティブな作品、触れて楽しんでいただく作品の2種類があると思います。その中で、授業内作品であれば、安全性、安全面をまあちゃんと確認できる人が その場にいなくても我々がまあ見ておくということができますと。ただ我々の人数的にも全部の展示を見ることは厳しいので、授業外作品、授業とは関係ない作品を出展する場合は、インタラクティブ作品を出展する場合は、まあ、基本的にはその場にいることを前提に、 触れるることとができるという状態を作りたいいと考えていますただ何かしら対策だったりすれば、まあ、多少離れても大丈夫なぐらいにはできたらなとも思っているのでそこら辺は適宜ご相談くださいとお願いいたします。あと1点注意点としては今年七夕祭と同時開催ということで時期が7月1日2日ということは、まあ、期末 学期末の課題とか最終課題とかをもし SFC 芸術祭に出展する場合、触られても壊れないとか、まあ、壊れても大丈夫なように何かしら対策をしておいていただけると、この芸術祭に出展したから評,定が下がっ評価が下がったとっいうことがないように注意していただけると助かります。続いて展示場の注意です。え今年は えオアレフトの共同開催ではないので、音が出しが全面禁止ということは一切ありませんと。ただし、SBC はまあ近隣の住民がいらっしゃるので、近隣住民にご迷惑なるような規模の音量だったり、何かしら展示作品はご遠慮くださいということ。ここは新しく追加されておりますと、昨年からの変更点ですね。それ以外に まあ、展示 A、B 共通で安全管理ガイドラインにちゃんとしたがってくださいねということで、例えば、まあ、昔話題になった、まあ、ある大学の芸術祭で、展示作品が燃えてしまって子どもが亡くなったという、まあ、ある事件がありましたと。このようなことが SFC で起こらないように、必ず安全性大丈夫か。 燃えるものないか、倒れて危険なものないかなどを確認していただけると助かります。必ず安全管理のデッドライン、熟読をお願いいたします。ポイントに、えー、安全性が保証できない場合は、作品の完全改善をお願いいたしますと、えーと。展示作品の締め切り、応募の締め切りが20日なのですが、その受け、受けたフォームの中から何かしら これは展示できるのかという懸念事項があるような作品に関しましては、こちらからメールをさせていただきます。なので、特に改善がなければ大丈夫なんですけれども、改善がある場合は改善をお願いします。なんか、ひどい日本語になってしまった。よろしくお願いします。そして、ポイント3が、まあ、作品の搬入だったり搬出の時に、大学の施設だったり人が傷つかないように配慮をお願いします。SFC の 結構壁とか床とか傷つきやすい場所は傷つきやすいので注意していただきたいのとあとはこれは展示する上でもなんですけれども展示する際に壁に何か貼り付けるだとかいう行為は禁止されていることが SFC のまあルールで多く存在しますので極力何か貼るとかなった時は壁が剥がれなかったりするような素材を使ったりまあ貼るときはちゃんと 貼って剥がれるかなとか、確認してからやるようにお願いします。そこら辺は再度、展示の際にご連絡いたします。去年は、なんだっけ、ひっつき虫という、なんか、貼るテープみたいな、なん,なんていうのなんかそれを使って展示していたりしたので、まあ、今年もそういうものを使っていただければなと思っております。で、ポイント4。 大学が貸し出しできない展示に必要な機材や資材は、各自で用意するというふうにお願いしておりますと。一応、大学側が貸し出している機材もあるんですが、注意点としては、今年は七夕祭と同時開催なので、多くの機材がそちらに使われていますと。なので、基本的には使えないぐらいの前提で、貸し出せないぐらいの前提で動いていただけると助かります。あとは展示 B、インタラクティブ作品、まあ、授業内作品。 関してはあ出展者が在労時に限らずインタラクティブ体験ができる状態にすることができますよと。それに加えて、出展者の在労時のみ体験ができる状態にしたい場合は、その旨を記入してくださいというふうにお願いしております。まあ、どこか尾行かどこかに記載していただければ助かりますと。えー、これに加えて、授業外作品の場合は、展示に触れられないようにする処置を不在で。 展示されられないように何かしら行っていただきます。また、展示期間中に s f c のキャンパスに来ていただくことが展示の条件となりますと。ただ、絶対に常にいないといけないかというと、厳密にはまあ、しないかなということで、まあ、まあ、OK ってなる場合もあるんですけれども、極力本人もしくは関係者がいるように、えっ、ー、と、 準備をよろしくお願いいたしますと。あとは、展示期間中に出展者本人が在庫できない場合は、当日連絡が必ず取れることを条件に、代理人の在料による展示も認めますよということをしております。連絡は取れるようにお願いしますと。で、ここからが出展者が準備するものに関しての説明ですと。まず、展示作品応募フォームですね。こちら、5月4日、応募期間が開始されて、まあ、すでに 応募してくださっている方もいるのですが、5月20日23時59分までに入力を必ず終えてくださいと。こちら、昨年も最終日になんか40件ぐらい作品が集まるということがあったので、極力早めにフォームを回答いただけると、こちらの負担が減るので、助かりますということをお伝えしておきます。で、この 提出していただいた内容を我々運営メンバーで確認して5月22日までメールで結果を通知いたします。基本的には人数が多くなりすぎない限りは出店許可にしようと考えています。あとは、なんか、公衆領族にかけるようなあまりよろしくない、よろしくないって言ったらあれですけれども、何かしらまあ、 気分を害するような内容があったりとかする場合は、要相談という形になって、多分出店不許可とか、まあ、企画書の修正をお願いすると思います。で出店許可のメールに、スラックへの招待リンクも送付させていただきますので、それ以降、スラックでの返信等確認をよろしくお願いいたしますと。昨年、スラックの返信とかがあまり活発に見られない方がいらっしゃったので、 ここらすすぐにレススポンくくださると助かりままよろししお願いしますで一応大学が貸し出し可能な物品をまとめてあるんですけれども縦看板とか青パネルとかは基本的に七夕祭で全部貸し出されてるしあとはまあここら辺も結構貸し出されてるよという、まあ、大前提。 をなんか抑えていいただければなと思いますちなみに液晶プロジェクターあるんですけど基本的に使えないすごくすごく古いものなのでなんかこういう映像作品を展示する場合は自分でディスプレイを持ってくるなり準備をするっていう風によろしくお願いします。このくらいですかね。椅子とか机は SBC にあるもの SBC に既にあるものは基本的に全部使えるようになっているので。 まあもし気になる方は SBC の施設のなんか備品から確認いただけると助かる。あと、安全確認日への出席が必要ですと。この日はまだ仮なので、確定ではないので、ちょっと注意が必要なのですが、6月15日ぐらいに開催しようかなと考えておりますと。で、ここで通常確認事項としては、物理的な安全性と控除両属 まあ、さっき言ったようなことが守れているかなっていうのを確認しますと、それに加えて映像作品だったり音楽作品に関しては、近隣住民に対して迷惑をかけない音量であるか、ポリゴンショックが発生しないか、みたいなのに注意していただけばと思います。基本的には、まあ、学児の方と、鳴川先生と、まあ、大体教職員の方々含めて、なんか6人ぐらいで、 チェック昨年され、6、7人もっと多いかもしれないんですけれども、そのくらいの人数で確認をして、結構時間もかかる作業なので、必ずご参加よろしくお願いします。これに参加できないと、残念ながら許可しましたが、途中でお断りということにさせていただきます。あと、6月10日にキャプションの提出、こちら提出をお願いするので、この時点で、 作品に関して、まあ、写真だったり用意できない場合、作品が完成していない場合は、展示をお断りさせていただくこととしておりますと。で昨年は、この、なんだっけ、名前が出てこない。まあ、このような素材に UV プリンターで印刷したキャプションを作成していたのですけれども、今年は同じ方式でこれを使うか、もしくは、 スチレンボードを使ってキャプションを作るか今ちょっと検討中なのでそこら辺もし何かご意見あればお聞かせ願えると嬉しいですと。で、作品タイトルとあと作品の種類どういうものかメディウムあとはアーティスト名、まあ、所属にと作品の紹介文なんかを送っていただきますと。で、アーティスト名だけ記載してほしい場合は、まあ、その旨を まあチェックボタンか何かで選べるようにする予定なので、必ずご確認をよろしくお願いしますと。そして、今後のスケジュールですと。募集予告が5月4日に公開され、今、5月12日出店者説明会ですと。これ以降、5月22日に出店者が確認、確定されて、個別でこの運営メンバーと出店者の顔合わせを、まあ、出店者確定以降、 6月の頭にかけてて行いたいたなと考えおりますとそして6月10日までに作品の完成、解説ですね、ディスクリプションの完成。それ以降、展示作品をすべてホームページに公開していくっていう過程がありまして、作品の安全性確認が6月15日予定。で、設営が前日の6月30日。で、芸術祭が7月1日、2日に開催されるような日程になって おります以上で、えー、我々からの説明は終わりなのですが運営メンバー何か話しておきたいことはありますでしょうか ?OK ですか。あとこれに加えて、まあ、大事な告知が5月25日に出される予定なのでこれに関してはまだあんまり話せないんですけれども続報をお待ちくださいということをお願いしておりますと。 という感じで、本日出展者説明会は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご参加ありがとうございました。終わりたいと思います。ありがとうございました。